スーパーマリオブロス1-2、1-2をこのスキンで再現しましたみたいな感じが。1-2ってさ、意外とさ、むずいんだよな。まずは、最初がむずい。なんだこれ？は？なんだこれ？これキノコ取ったら戻ってみるワンチャン。普通の1-2飽きたわ。飽きた。じゃあ、やることは一つでしょう。コイン取って。コインじゃねえ。絶対出るでしょ、これ。どこだ？来た。あれ？でも言うてさ、一緒じゃねえ、これ。思ったけど。ねえ。あ、待って、戻れそう、これ。はい。入っておいて、うまい。ここまではめちゃくちゃうまいよ。で、ここでヒップドロップしておいて、入りますよと。さあ、カモン！ゴール！え？どこ？パイプダッシュ。みんなでバトルでギミックだったよ。あれかな？バトルコースかな？普通のパイプダッシュってことは。スピラン系。いや、違う。全然パイプねえじゃん。パイプねえじゃん、これ。ブックオフなのに本ねえじゃんって感じ。いや、待って。マリオなのに、パイプねえじゃんっていう、あ、どういうこと？あー、これ結構しんどい。これ。オッケー。超有利。俺めちゃくちゃ有利だから。やり倒すわけねえだろ。あー、まあ、まだ間に合う。これ、後ろから来るんだよ。頼むぞ、マジで。本当に終わってやつだよ。あー、は？やばいって、この、え、待って、このコースやばくね？バグ、お前、変えるか。よく行ったな、俺、一人で。うわ、やべえ、いけるかな、どうだろう。危な、うま、俺。イェーイ。あー、気持ちいい。ショットフォーザースターズ。ショットフォーザースターズ。スターを打ち抜けみたいな。そんな感じ。エイペックスで鍛えたウィングマンの実力、見してやるよ。どうすんだ、これ。あー、違うな。お前がスターになれってことだろうな、きっとこれ。違うわ。お前、マジでさ。最悪すぎ。最悪すぎんだろう。いや、まあ、一旦俺も欲しいから、こうやってするんだけど、どうすんだ、俺。で、あー、はい。取れたから、次のコインは？行ったわ、これ。行ってねえわ。まだか。はい。やるねえ。やるけど。当たれ。え、お前持ってたの？マジ持ってた、あなた持ってたの？気づかんかったけど。全然まだありそう。いや、これね、うまいことやればマジでいけそう。こいつ。いや、でもそんなとこいたらさ、始まんねえからな、これ。マジで。始まんねえからな。言っとくけど。どうすんだ、これ。わかった、これね、一旦ね、こっから投げていかなきゃいけない。そう。で、ボム兵が、カチってしてくれるから、もう一丁。もう一丁やっておいて、もう一丁だけど。いや、もう邪魔。押すな。で、しっかりと、下に叩き込むと。押すな。最悪。いて。マジいて。取っておいての、で、しっかりと、抜け。いや、もう、目つきのこ、お前。邪魔すぎ、マジで。死ぬ。マジで。目つきとかマジどけ、ほんとに。さあ、分け早く。一旦ちょ、これがないとほんとに厳しい。これガチで欲しい、これは。で、しっかりと、上越えて、入っていく！上越えて、これ谷、なん、ん？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 どこ？同じ、無限ループに見えて無限ループじゃなかった。はい。みんなでバトル、スピードラン編。スピードラン編はね、俺無理かもしれない。スピランは圧倒的にもう、経験値が足りないから、やらんしな、一人で、スピランとかさ。ほとんど、ほぼいや、もう全部、俺のプレイ時間はすべてみんなでバトルと言って、もういいぐらい過言じゃないぐらいさ、それぐらいもう締めてるから、ほんとにさ、きついんで、これワンチャンブラパコチキ死んだりしないよね。さすがにそんな仕事でやべえな。いや、このコースもね、待ち時間マジちょうどいい。待ち時間がちょうどいいコースって、素晴らしいよね、なんか。いい感じで、闘志をさ、こう、かき立てられるというか。よっしゃ。これどうすればいいんだろう。しゃがめばもっと早く行けたかな、わかんないけど。俺マリオね、今回。はい。もしかして。俺スピランの才能割と、終わりで結構ある、もしかして。バインつって。さあ、あとはヒップドソマ、お前ヒップドロップソマ、やば、いや、バカたれ、ヒップドロップ出ない、もう。指がおじいちゃん、固まった、指が。なんだこれ。あー、はい、そういうことね。で、登っておいて、壁、キックで、ヒップドロップがね、本当にね、焦ると出ないのよ。これ分かる人は分かると思う。指が固まる。指がね、塊魂って感じだから、懐かしいなぁ。ラン、
ララ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 ラ塊魂。すごい懐かしい。俺の青春をすべてつぎ込んだゲームだから。いや、そんなでもないな。そうでもないけど、昔割とやってたからね。楽しかったな、塊魂は。世界観がいいんだよな、あと曲。曲と世界観がいいんだよね。あれが好き。月と王子とかさ、あとディスコプリンスとか、そういう系の BGM がいいんだよな。そこそのまま走っちゃっていければいけるんで、はい、このまま。引っかかんないよ、これ。うわ、うまい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 、早い。早い、早い。いや、すごい、すごい、すごい、うまい、うまい、うまい。太鼓の達人って感じ。いいね、ノーミスじゃね、ここまで。ここまでノーミス。ただ、浮き輪はマジで苦手分野だから、ゆっくりゆっくり行こうか。よっしゃ、いっすー！ゴール。ジャイアントワールドレベル1の4、ミドルボス、プンプンか。なんか、ブンブンはまだマシだけど、いやーでも、プンプンはほんとクソだよな、あいつ。倒すのに時間かかっちゃうから。まあ、でも、後ろからゆっくり行くんだったら、まあ、プンプン、適当でいいからな。まあ、アイテム、とりあえずね、狙って、行きましょうかっていう感じだからさ。一旦これ、ルイージを持ち上げ、弱視、あ、弱視したかったね。は？猫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 はやばい。猫やばいな。俺も欲しいんだけど、猫。猫取っておいて。猫しか勝たんで、こんな。でも、あ、右飛び、悩んじゃったね。右飛びしようと思ったけど、まあ、言うて、ゆっくり行っちゃってもいい、良さそうなコース来たから、ゆっくり、行っちゃおうかな、これは。これはテレサに当たっちゃうのはしゃあないんじゃない、これ。どうだ？上から行って。ピッ。ピッ。大丈夫、大丈夫。全然大丈夫。いけるよ、いけるよ。最悪、お前、マジで。どうせ猫が出るの分かってるから、猫をしっかりと取っておいて、プンプン戦に挑もう。一個目付き猫のために残しておくか。まあ、結局なくなっちゃうから意味ないけどな。何回だと。あー、あるね、ゴールが、あそこに。はい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 。どこに湧くか。来た。え、あと一回？あと一回。どこだ？どこだ？最悪。猫取ってくんじゃない？あいつ、今。わかんねえけど。そうだよな。ここ！うわマリオタワー2階、ゆらゆらシーソーの階、MT2F。よくわからんけど、ゆらゆらシーソーの階が怖いな、俺的には。さあ、まずはスタート地点、どんなスタートできるか。フランニング。ルージュ申し上げろ。え、最悪。まだいいスタート切ったぞ、これ。ねえ、ラグがマジか、最悪。いや、前もスタートるしな、もう最悪。持て。こいつのこと申し上げろ。くっそ。いや、こうなったらもうね、アイテム取っていくしかないでしょ。なんで今のラグよ。ザゲてるだろう。なあ。ひどすぎるんだけど、今のはね、マジでひどすぎる。ただ、ルイージがお疲れ様でしたって言ってるから、一刻と、一人ずつ減っていってるよね。そうだよね。ちょっとなんだこれ。入っておいて、今のギミックやばいな、なかなか。規模を踏んでおいて上に行こうじゃねえかっていう、そんな感じだね。頭借りて。次は俺の番ね。よしよし、来た。さあ。ちょっと待て、おつけ。一旦登っていかなくちゃいけなくて、次は当たるだろ、これ。しゃがみジャンプ使っておいて、上登っておいて、頭借りて。いや、めっちゃ飛んだ。いいね、いいね。こういうさ、やっぱ頭使っておいて、めちゃくちゃ飛んでいく。それが大事よな。さあ、もっと上に、あー、消しちゃった敵。敵消すの結構まずいか。いや、いいんじゃねえか。待って、あと俺有利だもんね、正直。次は登って。ジグザグシーソーで。こんなもん、うわ、危ねえ！ちょ、最悪。マジか。ほんと最悪なんだけど。一旦、これは、頭を借りて大きいの。よし、来た。で、これほんとにさ、俺が自分で凍らなきゃって、俺が自分で下落ちただけなんだけどさ、バカしんどいんだけど。危ない！いや、しかしこの危なっかしい技こそが、エンターテイメント。ザ・エンターテイメントっていう感じなんすわ。ゴール。1-9。そういえばこの前初めてチャミするっていう韓国の焼酎なんかな、あれのマスカット味飲んだんだけど、いや俺ね、焼酎無理だわ。って思ったね。いやなんか、マジね、匂いとかね、最初の一口とかマジジュースね、マスカットジュースって感じでめちゃくちゃ美味しいんだけど、ただやっぱ焼酎なだけあって、ふーって、なんかね、わかる？わからんか。そんな感じだね。なんか喉が焼けるお酒、日本酒とかもそうだけど、喉が熱くなるやつ無理だわ。だチャビするって割と、すごいあれだからね、本当は飲みやすいお酒って、割と言われてたりするからね、なんか。飲みやすいからついつい悪酔いしちゃうみたいな飲みま、あれ？いいのこれ。
よし、こうか。これでいけんのか。これほんと大丈夫かな？当たんないよな。そうだよな。早すぎる。早い早い早い。早すぎる。こんなことがあっていいのか。早すぎる。これ青木の子追いつけねえんじゃねえか。ドライドゥネスタワー。ドライドゥネスタワーか。これなんかやったことある気がするぞ、俺。カロンが出てくる、そう、コースだよね。入っていいんかな、俺、タワーに。え、どうしよう。これジャンプして、あそこ、いや、ずるい、それは。これマジでね、アイテムあった方がいいと思うんだけどな。アイテムないと無理そうじゃない、これ。これ下から行こうか。オッケーオッケー。下から抜けれるから、後ろからゆっくり。ゆっくりゆっくり行くぞ、ゆっくりゆっくり。あー、でもちょっとね、ちょっときつい、きついわ。ナイス先生、いいね。みんな言ってねえ、あのように。そんなことない？いや、誰か死んだでしょ。ほらほらほら。え、なんでキノコ持って、アイテム取ったやつが死んでるん。わけわからんよ。アイテム取ったやつが死んでんの、相当わけわかんないんだけど。大丈夫か、これ。いや、でもね、本当にね、危ねえわ、このコース。全然ありそう、ありそう。全然ありそうだ、これ。一個一個潰しておいて。さあ、マリオよ、マリオよ、マリオよ。ガツンと。ガツンと行くぞ、俺は。さあ、あいつここで止まってたからな。その、あれを生かして、利点を生かしてね。おいおいおい、俺、じゃあ、このまま行くわ、俺。ファイヤー取る時間が無駄だもんな。せっかく追いつけるんだったら、一個のまま追いつくしかないからね、これね。はい、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 はい。しんどしんどしんど。しんどマジで。いや、これはね、ちょっと一旦取るか。なんか、ブンブンとかいそうな雰囲気あるけどな。どうだろう。あいつよく食らわずに行ったな、これ。いける食らわずに。あいつあのように行ってね、これ。そんな早く行けんやろ、だって。そうだよね。焦ったな。焦ったな。やっぱ後ろからゆっくり行くのが、もう最強なんすわ。まあ、コースにもよるけど。この怖さ特にやばいね、特に。特にやばいわ。あーなんか思い出してきた。これね、こっから登るコースだね。ルイージョ、ルイージ。あれルイージは？え？ギブアップし、あーだるいだ、もうだるい、もう最悪。もうだるい、もうだるい。ガチだるいじゃん、これね。さあ、ただしっかりと、ファイヤーを避けて、避けて、避けて、入っていく。いいね。もうゴールでしょ、さすがに。余裕がちだね。ちょっと危なかったけど。危ね。羽クリボーがめちゃいい仕事したね。3D バーサスレース。3D バーサスレースか。いいね、いいね。よくはないか。よくはなくもないか。別にダメでもないけど。俺なんか初代のスキンで上登るコースが一番勝率いい気がするわ。それが一番なんか手っ取り早い。すごい手っ取り早い。それスイッチでなんかね、画面外に投げるやつとかもいるからマジ怖いんだよね。いや、怖い怖い。いらん、スイッチいらんやろ、そんなもん。でもワンチャンね、持ってった方がいい可能性とかもあるからね。手段とも言えないんだよな。本当に。誰だっけ、これ。俺マリオか。はい。どうしたの、あいつね。あ、P スイッチ。は？ピースイッチ。ピースイッチ、ちょ、ゲーム壊してるやん、あいつね。ゲーム壊しまくってるぞ、あいつ。どうすんだ、あいつ、マジで。ちょっとね、引っかかっちゃうの、どうにかしたいね、これね。あー、ダメダメダメ、引っかかっちゃったらダメ。で、落ち着いていけ、落ち着いて。落ち着きプレイでいければなんとかいける気がするから、青筋肉がちょっと早いな。で、メス筋肉やる気がない。あいつは、あいつはね、ほんとにね、やる気マジでない。あ、これ当たっていかなくちゃいけないのか。キノコないとどっちみち無理だったみたいな感じか。もうちょっと早く気づければな、よかったんだけど。幅跳びもね、焦ってやっちゃったらダメなんだよね。本当に遅くなっちゃうから。次は？で、もう一丁入っておいてーの。なんか、急に簡単だったぞ、このコース。サボったか作んの。急に簡単だったよ。ゲーム壊してギブアップしてった。試合ぶち壊して、コースぶち壊してさ、ギブアップしていくっていう。びっくりやろ、こんなんも。マジびっくりだわ。さあ、青木の子がめちゃくちゃ早いけど、いけるか？入っておいて。裏面があればいいんだけどな。いやー、壁キックずるー！壁キックずるー！アンダーグラウンドゴールドマイン。地下で、金の採掘みたいな感じかな。そんなん落石してきそうでめちゃくちゃ怖いんだけど。今の時代でも多分あれだよね。そういう、山掘ってる人とか、いるんでしょう、きっと。だってか、いるよな、普通に。機械とかが、どん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 、やっぱ、科学の発展とともに、発展、成長ではない。機械成長とは言わんか。いや、なんだお前、ちょ、変なところドロップかましてくんじゃねえよ。イェーイ、まだ落ち着け。マリオが来てるから、これ。いや、待って。それ踏めるかと思った。最悪。オッケー、落ち着け。落ち着こう。
いや待て、これ上か。最悪もそんな紛らわしい道用意すんなよな。そういうとこだよね、君。ねえ。採掘したい、採掘。しっかりと採掘決めていくしかねえんだけどさ。なんかもうゴールな気がすんだよね、これ。そうだよね。ありえそう、ゴール。さあ、ドロップで。うわ、マジか、なんだその動き。嘘だろ、マジか。幅跳びで、うおー、勝ったー。よっしゃ。